はい、皆さんこんばんは。こんばんは。それでは今日も始めていきましょう。新宿の街は眠らないオールナイトフィーバー。今日もよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。このもうだいぶテンパってますね。そうですね。いろいろちょっと今日はありましたね。はい、ちょっと、配信が始まってないですね。始まってない。すいません。音声だけですか今。今音声も言ってないのかなという気はするんですが、ちょっと、少々お待ちくださいね。はい、やっちゃいましょう。長いてめえっていや、私のせいじゃないですからね。ね、最後の最後で、ね、最後の最後。まあ私たちより一番テンパってる人が今目の前にいますけど、ね、完全にドテンパイです。ということでですね、本日大変長らくお待たせいたしましたが、配信を始めていきたいと思います。皆様、よろしくお願いします。すいません、だいぶ画質を落としておりますけれどもね、何卒ご了承ください。では、自己紹介の方、ちょっとお願いしてよろしいですか。自己紹介、自己紹介するんでしたっけ。軽く。ラッキョです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、カッペリーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして、はい、マッキーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日はこの3人でね、打ってまいりますけれどもね。はい。まずは告知の方行きましょうか。はい。はい。主役。はい、主役はい、じゃあ4月11日ですね、新大入れ替え、しました。スロットで、番長ですね、番長パネルが変わって入ってます。で、ジャグラーのファンキーが、増大となってます。はい。で、次ですね、次週、4月19日は、最新大ウルトラマン太郎がね、ついに入れますので、ぜひこちら注目と、あとは、ゲンさん、はい、イダテンも、こちらも増大ですね、なっての新大入れ替えとなっております。はい、あとバルブレイブも入れます、ちゃんと。はい、ちゃんと告知して。ここにあったっけなと思って。あ、ここにありますね。文字だけありますね。すいません。あ、はい、ありがとうございます。ところで今日はね、ちょっといつもと違う感じで。いつも違う感じ。はい。あ、機械ね。いやいや、機械もそうなんですけど、はい、カッペリーニさんが、はい、なんとともうネタバレになってましたよね。そうですね。ツイッターで言いましたからね。ツイッターであれなんですね。はい、私今日最終回です。なんと本当の最終回です。いや、そうですか。ガチ最終回なんで、はい。そうですね。はい。どっか、あれですか？オクラホマとか行かれるんですか？オクラホマ。オクラホマそうですね。そこには行かないですが、ええ。茨城県の方に、はい、転勤が決まりまして、あ、そうなんですね、はい、移動されますので、もし機会があればね、皆さんとまた、はい、はい、できればなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そんな最終回のカッペリニーさんですけれどもね、今日は何打ってまいりますか。はい、今日はですね、CR 機を打っていこうかなと思ってまして、CR 機、P 機の CR 機で、私がスーパーロボット対戦、はい、はい、で、ラッキョ店長が、はい、無双ですね、はい、北斗無双のライトミドル、はい、はい、でマッキーが、はい、ヤマトです。あ、そうですね、ヤマトのライトミドルです、ね、何も頭に入ってないじゃないですか。本当にね、すいません私が顔見ながらちょっと何だっけ。はい、ということで、本日はですね、なんと3人揃って CR 機を打つという配信をね、はい、させていただきたいと思いますので、はい、皆様、ちょっとね、短くなっちゃいましたけども、お付き合いのほどよろしくお願いします。すいません。皆様本当に申し訳ございません。高島正信で謝罪させていただきました。すいません。ちょっとコメント読ませていただいてよろしいですか。はい、お願いします。大丈夫です、カッペの画面だけいらないです。なんでこんなこと言いましょう。はい、カッペ最後の日にやらかすなんて友のりやっちまったなって。どうもすいませんでした。本当にね、友のり今日は無償でやらないとね。そうですね、本当にね。ありがとうございます。はい、ニコ生は聞こえる、どっちも大丈夫、あとは友のりの小窓が小さい。あ、ごめんなさい、私のね映像がね、すいません。
あとね、最初にちょっとたくさんの方にご挨拶いただいてますのでご紹介させてください。はい、イリエルさん、こんばんは、見に来ました。あ、こんばんは。あっちゃさん、焼き鳥さん、こんばんは。新宿2丁目の皆さん、こんばんは。3丁目です。はい、リュウビーさん、700ポイント広告いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。菅智則氏は渾身の牛若丸の真似します、こうご期待ということでごめんなさい、牛若丸の真似はできませんでした。長い、お前な、あ、何分俺たちを待たせるんだ大変お待たせしました。はい、あ、ちょっと圧力さんにね、フォローしていただいて本当にどうもすいません。使えねえやつはどうもすいません、本当にね。ラケちゃん、ラケちゃん、キャープチューって言ってます、ね、ありがとうございます。はい、実際会いに来た方いらっしゃるんですか。あのラケ店長にこうガチムチの雰囲気の方。あ、ガチムチダンスさん。ええ、ガチムチダンスさんとはちょっとお会いしたことないな。あ、まだないんですね。はい、はい、ぜひね、お近くにいらっしゃる可能性も高いと思いますので安心していただきたいですね確かに。はい、サトルとクマさん、こんばんは。長いのせいだなということで。そうですね、シマウマピーさん、こんばんは。こんばんは。はい、ノイズ今大丈夫かな、ごめんなさい。はい、ということで、ご紹介、あ、ノコベイビーさん、デイビーさんですね、ごめんなさい、こんばんは。こんばんは。はい、ということで、もう早速カッペさんが当たってるんですかね。いや、当たって終わりましたね。終わりました。早い。あ、はい、終わっちゃったということでね、すいません。じゃあここから仕切り直しということでスタートしたいと思います。よろしくお願いいたしますお願いします。じゃあさまた鳴らす、すごい、2回目だ。ノーカウントってことで、ノーカウントの当たりは、はい、ノーカンか、今までの当たりはなかったということにさせてください。すいません、当たったんですけどね。はい、なしです。なし、なし、なし、はい、すいません。ちょっとコメント言います。マッキーとのどぐろくらいか、今後出演するスタッフ。いやー、けどこれからどんどん新しいスタッフさんもね、はい、入ると思うんで。そうですよね。楽しみにした方がいいんじゃないですか。いや、おお、暑いかも。おお、早速なんか暑そうだよ。どうでしょうか。ちょっとね、画質悪くて分かりにくいかもしれないんですが、さあ、どこだっかからの両予告が無双ラッシュ。はい、最後まで行けば、最後まで行けばですね。そうですね、行かなかったら当たんないです早い。いや、それはどんな大事でもそうです至極当然だった。ちょっと、あ、ちょっと、はい、禁止だった。お、これ来るじゃないですか、金シャッターの激推し。もうロボット対戦でいちいちワーワー言ってダメだよ確かに確率的にはね、40分の1ぐらい一応最後まで行きましたね俺溝の口の頃ラッキョちゃんに会いに行ったよ、ムキムキのおじさんだったムキムキ、ありがとうございます。ムキムキ、その時は筋トレして、あ、軍まで出てる。あ、軍、そうですね、これ当たっちゃいますよ。当たっちゃいますね。あらら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 、あー、簡単だわこれはもう当たる、これは当たったでしょ。けど保留保留変わってないけどね。変わってないですね、うん、いや大丈夫でしょうさあどうでしょうか。これ配信映ってます。映ってます、映ってます、大丈夫です。映ってる、大丈夫、うん、私も当たりますよ。お、そうだね、最後だからねそこ誇張してるなって最後だから当てますよ。チャンスアップなし。さあどうだ。あら、キリンが出てましたよね今。いや、あ、私は当たりました。あ、え、カッペのいやけどこっからなんで当たったというか、まあそうですね、ちょっとやばいかも。緑、これはないよいや、まだ復活がビキビキビキーンってなかったっすね。残念。あらららららら、ら、引け激闘ゾーンあれ、あれ、はい、いやけどまだここからですね多分。ここで、うん、ラッシュに入れてからだよね、スタートはね。いや、そうそうです、本当そうですよね。
いやでも意外とやっぱスペックいい3機種なんですよこれ全部。いや、はい、本当ですよ、うん、マジで、うん、そうですよね、本当にそうです。まあ、マッキーがいいとこ見せられるとは思ってないんでもうすでにダメじゃない。ちょいちょい画面が止まってますから。ちょいちょい画面が止まってる。基本的にはマッキーがいいとこ見せられる気はしないです、ね、ダメだ、まあ、メインがあればこうサブもありますからね。やっぱこう引き出させるための役割はじゃね今日になりますよ言うねおー、もうとりあえずラッシュ入れたいな。そうですね、ちょっといいところを見せていただけると私の代わりにお願いしたいですね今日の罰ゲームは何ですか。事務所、家事専門家、焼き鳥師やめてください本当そういうのね茨城、あなた単身赴任頑張ってね、帰ってきても家があると思わないでねバイユミ行こうってことないんすか。嫁いじりもなくなっちゃうんですよね。そうですね、茨城行ってまた生放送とかね、はい、機会があればぜひお願いしたいんですけども、はい、今日の罰ゲームはらっきょ店長を除く3人がデスソースをかけた焼き鳥を1人3本ずつ食べてもらういいねいやなんで俺だけ除かれたのかもちょっと分からないけどそうです ね、 ねこれちょっとあれなんですかね、もしかしたらどこかの店舗のスタッフさんが一応忖度してる。そうですね、その可能性が高い、結構あるかもしれない。ガチムチ男子カッコ全裸さん2300ポイント広告いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私ラッキョちゃんに会いに行きたいわでも恥ずかしくて柱の陰から見つめるわ全裸で全裸お前に通報されちゃいますよ本当ですよあでも新宿あたりは全裸で歩いてらっしゃる方とかあんまり珍しくないいないいない偏見ですよ。え、新宿のおまわりさん優秀ですから。あ、そんなことはないですよ。なんかすいません、誤解してました、ねはい。もう申し訳ございません。さあ、こんな感じで、まあ、今はちょっと配信見れてますかね。またちょっとごめんなさい、止まったりしたら。5回転で何分の1かなんかを引いて入れるんだよね。そうです、そうです、そうです。いやー、はい、緑保留とかで入るのかな。今当たってないのはじゃあマッキーだけですか。いや違いますよ、当たったことになってるっけ。そうです外れてますから店長は。ああなるほど、はい、あ店長外れてるんですねこれ当たったらもうちょっと大騒ぎしてますよ。そうですね、はい、さっきとすいません、さっき当たったと危ない危ない危当たったことにされる。じゃあ当たってんのか。あ誰もいない。いや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 勝って言ったじゃないですか。勝って言ったけど、勝って言って戻らないでください失礼しました。でもスパロバ突入させたらじゃないですか。あそうですよ、ね、それは当たり前だと。あまあまあ、いやそれはそうでしょう、はい、あのちょい勝ち打ってるようなもんだからね。そうですよね、そうですね、実際ね、はい、いやわ赤堀お42秒。ほうこれはなかなかに、ね、いいんじゃないですか。赤堀です。おどうですか店長、自信のほどは。自信のほどは、この段階で、もうやっぱり公言してきました。あるあるある全然ある、ある、全然ある。おお、ワンちゃん。ちょコメントで、あの単発は当たりとは認めないよ、無双以外っていただきました。あまあまあ、マジっすか。大丈夫ですか。わかりました。わー、キーホリュー。あー、久しぶり。いやいやいや、これはこれは当たるでしょ。 いいですね。いや久しぶり見たな、キーホリュー。そうですよね。次回あ、次回予告、あ来たこれ。あすげえ。もう今ラッキョ店長ちょっと挨拶みたいになってましたもんね。あ久しぶりみたいなキーホリュー久しぶり。ああ簡単だなそうですね、もし何の見せ場もない。あーわーすげえ、大当たりです。大当たりです。これはバシッと当てていただいて、さあ当たるでしょうか。あ、機種情報一切出さない、ごめんなさい、さっき音声が入ってたってですね、ちょっとお伝えできませんでした申し訳ないいやー当たりますね、それ。これは当たりましたね。当たりますよね。いやさすがだわ。いやいやさすがに当たりますよね、私も当てましたけどね。ええ
ラッシュは入れてないですけど。え？スパロボは一応コメントでラッシュ入らなきゃダメじゃんみたいなね。ほらやっぱり。最後だからいいじゃないですか。甘えてますね、パパさん。甘えてますよ、それは。ダメ、はい、そんな甘くない。ああ、キリンが。キリンが。おお、これはもう、これは当たりです。あそこでキリンから出るんですね、初めて見ました。いや、あれがやっぱ一番。今まで出たことない。あれはあれば安心です、安心。安心。安心。ユミコあれいや、違う、復活ですよ。違う、嫁の呪いが入ったんじゃないですか。これは当たる当たるでしょ、これ、うん、おめでとうございます。あれ話はもう大変だよ、ね、ちょっと大変ですよ、大変大変、うん、嫁にクレーム言ってください。ちょっとユミコさんのねタイミングすかされた感じでしたね。本当だよね、確かに。50%、さあどうだ、はいはい、焼き鳥がハイジーにしか見えない。あ、そうですか、まあ、誰かに似てると言っていただけるのは、ね、ありがたいことですね、本当に。前向きですね、はい、前向きに捉えてまいりましょう。ラッキョ店長の金保留は金保留と書いて山田先生と読むからな。山田先生ね、また山田先生とやりたいな。そうですね、はい、あでも店長集結とかでお会いしたりするんじゃないですか。そうですね、はい、もう一応予定は近日なんで、ね、ちょっと見せ場なんじゃないですか、波動砲マッキーが見せ場ですか。いやいや、ガミラス最終決戦まで行きました。あらっと、まさかマキちゃんが当たるとは。いや、前回当ててますから。あのマキさんが、はい、まあでもね、前回当てたと言ってもあんまり記憶には残ってないですね。覚えててくださいよ、でもここでやっぱ当てないと今日主役だけが当たらないっていう展開に持っていけないですからね。そうですよね、ここはぜひ当てて、はい、当てたい。当てなくていいよ、じゃあマッキー最強リーチって来てるよ。そうですよね、ガミラ最終決戦。おー、ちょっと弱いかなと思ったんですけどね、はい、いやこれラッシュ入れたらいい、かっこいいね。そうですね、うん、入れましょう。入れてください。いや、いいですね、いいですね。来た、あるあるある。波動砲打ちます。波動砲、来たやる。あ、見せ場が多いな。そうですね、見せ場多いですね。見せ場が多い。ありがとうございます。カップさん以外が、私最終回っていう見せ場があるんで。コメント見ましょう。甘え反対。そうですよね。壁キリン平気で外れるよ、蒲田店は。お店それ蒲田店だからね。新宿店なんで。そうですよね、余裕で。あらららららら、キャーラキュちゃん素敵、ありがとう。あら、マキおめー、うわ、ありがとうございます。こっからこっから、そう、途中に 50% だ、 52% か、 52% ですね。はい、焼き鳥さん圧力に見えた。あ、そうですね、すいません、本当に。さあこっからですね、長井の卒業の花向けに焼き鳥さん氷室京介のキスミーをお願いします。花向けなんですか。そうだね、もう配信終わってからカラカン行こう。歌い明かすしかない、思い切ってこのご時点に。さあマッキーはどうですか。入りそう、どうですかね、赤文字。いや、入る。おおお、ああ、ダメ、入らず、入らず。ああ、まあでも一回当てましたからね。そうですね、みんな当てませますね。そうですね、え、いや、一人を除いて、おやおや、当たったことに、はい、ちょいパチダメ。やっぱそこは入れてこそです。そうでしょ。ちなみにカペさん軽くちょっと
皆さんご存知だと思いますが、軽くスペック、説明をちょっとしてもらっていいですか、もう一回。もう一回、もう一回。はい、パチンコ CR スーパーロボット対戦を今私は打っておりまして、はい、大当たりファウルが40分の1なんですよ。はい。で、右でラッシュを入れると、はい、継続が 95%、 約 95% っていう、まあ、超高継続ラッシュに入るんで、なるほど。それをぜひ皆様に見せたいんですけど、なるほど。一応今2回当てて入らず、になってるので。突入は何パーぐらいなんですか。何パーなんだろう。相当低いよね。相当低いで。でもさ、それって時短5回だったよね。そうですね。だから5回で40分の1なのかな。いや、なんだっけな、ちょっともう5回で、いくつなんだろうこれ。お、まあ、ちょっと古い台ですからね、なかなか記憶ももううろ覚えになっちゃって申し訳ないですけど。うろ覚えですね、すいません、はい。まあ、でもそれを突入させてみせるという意気込みで今日はね、はい、最後の、はい、放送として打っていただいてますんでね。もちろん入らなかった暁にはいや何かあんのかな。あるんでしょうね。マッキー、この前聞いたカッペの奥さんの抱き心地はどうだった。いや、それ今知っちゃいますかね。今日いるんですよね。いらっしゃるんですね。あの、次回の放送でね。あ、はい、そうですね。次回もういないからね。次回もういないですよ。はい、言いたい放題。言いたい放題。俺も見てやるじゃん。いや、なんかカップさん休みの日見るねって言ったきりコメントした姿見たことないです。そうだよね。まあ、見たことないと思う、ね、次はね、もう見ますよ。次こそね。はい、カッペ自身のスペック紹介も頼むわ。どういうこと。一般ピーポーですよ。いやいや、ほら、身長体重から始まってさ、こうなんか身長体重、そうそうそう、178センチの68キロ、はい、握力が、ええ、高校生の時で52ぐらい。すごい。まあ、ぶっちゃけでも身長体重の後に握力言う人は俺初めて会ったから。全然興味ねえなと思って。普通3番目に握力きます。めっちゃ得意な競技は反復横跳びでした。競技、体力測定。体力測定の競技じゃねえか。体力測定で。スポーツ化しないでくださいよ。苦手なのは長座大前屈です。だからなんで体力測定の項目なんす。握力始まって、ぜひ。まあ、カッペさん今の受けると思って言ったんでしょうけど、コメントは全くないですからね。ノーコメ。反応がひどいです、まあ、何言ってんだこいつと思ってみんな聞いてたんでしょうね。ああ、お一人カッペの握力へえでって言われて。興味ないじゃないですか。いや、リーチなんで。あら、40分の1でしょ。ならラッシュ入れてなんぼでしょ。それ以外は当たりなし。いやー、そうですよね、うん、頑張ります。友成また前髪切った。いや、切ってないですね、すいません。初体験は、あ、初体験いつなんですか。初体験、まあ、あんまり必要のない情報ではあるけど。いやいやいや、ね、ご質問いただいてるからね。なんすか初体験で。いろんな初体験してますよ。あ、そうだね。だからそこはほら、質問が初体験ってだけだから、ボケをあさせてくれる、まあ、隙間をね、与えてくれてるんだよね。そうですね。もういいよ。逃したからね、タイミングを。すいません。カッペ教授最後なのか、他法人に行っても頑張ってね。他法人ですか。いやいやいや、そんなこと言わないでくださいよ。他法人とかちょっとリアルだな。うん、あ、これはね、そんなことないよってちゃんと言ってた方がいいですよ。棒高跳びのマットに沈めていい？ファイルドライバーで。ファイルドライバー。何のヘイトを買ったんですか、それ。まずいですよ、これ。脳天食い打ちですよ。でも一回ぐらい脳天を食いで打たれたいみたいに思ったことはあるんじゃないの？いや、ないですわ。ない。相当ですね、それ。あ、ない。残念。さあ、ちょっと。はい、今は当たってないですよね、誰も。そうなんです、はい、今は終わっちゃいました。そうですね、
ちょっとまあ全体的に当たりが軽い機種が多いと思うんで、もう1回2回ぐらい初当たり引きたいですよね、店長もマッキーもやっぱり。そうですね、やっぱラッシュ1回入れたいですよね。ああそうですね、いや私もですよ。はいはいそうですよね、最後はカッペさんもやっぱり最後にいいところちょっと見せほしいですよね。いやーここ何年何年何回出させていただいたんですかね。ああ出演はね結構長い間出てくれましたもんね。そうですね、おかげさまでっていうところが本当あるので。そうだね、これ干潮保留ってどうなんですかね。緑ですけど、おちょっともうあんま覚えてないな。ちょっとチャンスあり、ヤマトってそれいつですか発売という。結構前ですよ、はい、かなり前の台ですよね。しかも当時出た時もなんかこのスペック他に出せないって言って、そうですね、オンリーワン結局出てないからね本当に。そうですね、うん、まあ唯一無二、唯一無二。なんかちょっとこの機械本当に人気ありましたよね。私も何回か96秒おえタイマータイマー96秒あります。すげえ、マジそれ。さっきこっからの発展でしたからね。あら、これあるんじゃないですか。当たっちゃうじゃないのこれ。あれあれ、今日の主役はどっちかな。 おっとっとマッキー卒業あ、マッキー卒業、そっちまで。マッキー卒業、ちょっと、それが話が違う。じゃあ、書き換えといきます。外れてくれ、外れてくれさあ、どうでしょうか。コメント少々お待ちくださいね。はい、放送は見れてる。さあ、ヤマト赤タイトル。おお。来た。素晴らしい。おっと。さあ、どうここでさっきガミラス決戦リーチに。ええ。いやー、マシャン似てるな、今日。やりますね。おお、来た来た。おお。プッシュ待機中。これは、あり得るんじゃないでしょうか。もうこれマキさんがヤマトでラッシュ入ったらもう取れ高十分だな、取れ高い、そうですね、トラブルもありましたが、はい、ちょっと画面を大きくしましょうか。視聴者の人ですね、はい、これでまあ1画面でもいいですよ、1画面で、はい、ちょっと1画面でいきます。主役いや40分の1を全然当てられない人もいるみたいな。まあまあ、それはそうですよね。トイパチが当たらないです。マッキーいいやつだったのに寂しくなるねって。あらあら、信じた信じた、こい、え、当たる。これはさっきより熱い。あ、当たるでしょ、これは当たりでしょう。いやー、もう俺だったらこれもうドヤタバコしてるかもしれないですねこれ。もうこのタイミングで、うん、よいしょ、来ました。おめでとうございます。ありがとうございます。当ててますね。さあ、これマキちゃんこっからラッシュ入れて、そうですね、取れ高取って、そうですね、いい感じで終われそうだね今日は ね、やっぱこれですね、罰ゲーム受けるのも誰かはっきりしたんじゃないですかね。本当だよ。本当におかしいな。おめでとうございます。ありがとうございます。マッキー今日は2回目ですか。2回目ですね。早いね、素晴らしい。さあ、この後が結構重要ですからね。ちょっとコメント読ませていただきます。さあ、ここから、227番からですね。すいません、その脳天食い打ちはゴッチ式ですかって知ってます、ゴッチ式。え、カール・ゴッチっていう人がいたんですけど昔。あ、はい、名前だけ聞いたことあります、ね、そうそうそう、伝説のプロデューサーですね。マティニーさんはもう見せ場作ったし、今日は多分あと通常時だよ、わら。まあそうだね。いやいやいや、そんなこと言わないでもう一回狙ってやってください、ぜひぜひ。私は40分の1が今当たりそうですよ。え、まあ、40分の1とか報告しなくてもいいんじゃないですか。そうそう、本当に。あ、当たりました。ラッシュに入るか入らないか。そう、あ、その報告いらない。そうそうそう、ラッシュに入りそうですっていう報告が欲しいですね。なるほど、パパ、カッペパパ、今月の養育費がまだだって、はいはい、ママが激おこだよ。ちゃんと振り込みよろしくね。激おこ、さあどうだ。さあ、入らず、入らずか。いや、マキちゃん入らなそう。52% の壁が遠い。マキさん52% が嫌い。いやー、40分の1を当てました。あ、おめでとうございます。えぇ、ー、お
これは右打ちでラッシュ入れるしかねえな。そうですね、パクちゃん入ってないな。入った入らなかったですね。あ、残念。さあカッペさんはここから、ここから多分だから、はい、ここからはい右になるんで、どうなんだろう。さあ薄いところを引けるのか。4分の1、5回転で単純に計算したら8回に1回でしょ、はい、そうですね。ああ15%。ああ15%ぐらい。違う違う違う、 12.5%。 ああ 12.5%、 ああ全然ダメだもん。保留変化で全然色の期待がない。V ってのがあればな。さあその間にねコメントを見ましょう。キコーナが買い取った中のガイアでしょ、あっちでも頑張ってねーって来てます。え、コメントで来てますね。え、コメントで来てる。はい。おんな、そうか、トモノリも卒業か。卒業しませんよ。はい、めっちゃ怪我してる、ね。オンリーワンはヤマトとタイガーマスクだけかな。ああ、そうかもしれない。タイガーマスク、はいはいはい、はい、ああ懐かしい、あった。カッペ全力の握力でリンゴ潰してマッキーにあげて。そのぐちゃぐちゃなのを私もらってどうすればいいんですかね。まあ、食ってもらおう。目にすり込むとか。カッペさんの手のあったかみでちょっとぬるいやつを。次回友成の逆モヒカンが見れるの楽しみ。まさかの、すごいですね。私はやってもいいんですけど、あの木本さんの法人としての、あの少しね。ちょっと問題コンプライアンスが、はい、ダメだ、ラッシュ入らないですね。あら、いやそんなだから簡単じゃないから。そうですね、簡単じゃないですね、やっぱり相当ハードルは高い。耐えに耐えて。そう、これちなみに今日はなんでまたこの機種を打つことになったんですか。私が打ちたいからです。お、カッペさんが。そう、はい、スーパーロボ、はい、打ったことないんで、あんまり最後に打ちたいなと思って。あんまり打ったことない台をちょっと最後に打ちたいなっていうことで、はい、スーパーロボット対戦とかゲームしたことあるんですか。いや、なんか一回だけありますね。なんか、yeah. ガンダムとかですよね。そうですそうですそうです。薄いっすね。会話がロボットたちですよね。その俺がスーパーで対戦するんですよ。ラキャ店長どうなんですか。普段の仕事ぶりのコメントの薄さはこんな、いつもこんな感じだね。今コメントしたくなかったもんだって。関わりたくなかった。何言ってんだよ。そうですね。いや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 、確かにガンダムとか出てきますけどね。そんなぐらいです。でもさ、なかなかないんですよ、もう。あ、確かに設置も少なくなってきてるんでね。そうですよね、レアですね。はい、まあでもお好きな方いらっしゃるんですよね、やっぱり。あ、なるほど。朝から打たれる方もこの前見ましたし。なるほどなるほど、はいはい、なんで、まあいいと思います、はい、こういう選択肢も、まあ、当然今でも設置があるってことは根、ね、強い人気があるということですよね。オンリーワン、ヤマトもさ、はい、あんまり見ないじゃないですか、もう、うん、そうですね、今はあんまり見ないですね、うん、お、継続機。さあどうだ、まあ、そんなに先ほどよりは熱くない感じ。そうですね、うん、あ、なんか、お、どうしました、カッペさん。保留が違いますね。お、普段と。それでも、まあ、当たっても40分の1なんで、ね、そうですね、そっからですね。当たっても40分の1なんで。じゃあ一応拡大しますか。本当ですか、うん、当たれば40分の1。さあ当たったということになりますけどね。さあどうでしょう。あ、もらいましたね、これ。40分の1は。金放流なんじゃない、金なのそれ。あ、ほんとだ。はい。カーブンですけど。お、もう当たる。さあ、どうでしょうか。リーチもあったりしてんだよね。そうですね、もうほんとパッって。まあ、40分の1ですもんね。そうですね。コメントをいただきました。あんまり打ったことないならプライベートでやれよと。え、そんなこと言わないでくださいよ。
確かにそうですね。まあでも設置点が少なければね、ちょっと少ない。いや、そう、設置点はちょっともう少ないかもしれないですね。ということになっちゃうかもしれませんね。ヤマトオンリーワンはゲーセンに置いてある。あ、いや、まあそういうレベルになっちゃいましたよね、うん、もう確かに、うん、どうだ、さあリーチどうだ、それも当たってるでしょ、うん、当たってます。なんかカッペさんもちょっとこう厚めのリーチがかかってるんですけど、あんまりリアクションないですねいやけどやっぱこっちダッシュなんで、先ほど自分で結構長い期間あの配信に出させていただいたんでなんてことおっしゃってましたけど、はい、見入っちゃいました。配信中に成長したことは何かあったんですか特にないですいやいやいや、もう日々ね楽しませていただきました。はい、あ、コメントいただきました。こじこじを450まではめた山田です。井出店長また対決しましょう。はい、こじこじ、こじこじなんですね。そう、こじこじのアマデジで当たんなかったんでしょ。450はなかなかですね。カッペ、最後に趣味打ちでスパラボットってどういうことそういうとこだぞと。あ、そういうところ、そういうとこでしたか。うん、すみません。いや、全部緑保留だな。どうですか、全部もう何回やってた今、3、5回ぐらい、4回か5回、4回ぐらいですかね。あ、一応まあ、それぐらいは当ててはいるんですね、ハクハク。はい、全部緑ホリー。いや、でも入んないときは本当10回連続入んないとかもうザラ ありますよね。まあ、じゃあ考え方に、おビリビリ、おえ、あ、違う、上乗せか。もうワンチャンスはありますけど、まだですね。あ、8ゲーム時短振り分けか。はい、お、プラス 8? お、こっからまだ4つ2つ、これはチャンスなんじゃないの。そうですね。お、報告いただきました。千葉ともなり、かっこ本物さん、1000ポイント、ありがとうございます。ありがとうございます。ワイが本物の千葉ともなりや、今日はワイの偽物が迷惑かけてすまんお前誰だ無視ってでいいのかな、無視ってやって、ええでごめんなさい、漢字読み間違えてたらすいません。無視ってや。さあ、どうでしょうか。いやー、ちょっときついなー。カッペさん難しそうですか。いや最後、あ、そうですね、なんか来い、なんか来い。お、次変動に注目。おこれはこの変動バトルに発展するチャンス。さあどうだ。いや、ダメだ、ダメだ、発展せずダメ？ダメです。何も発展がしない。あと2回。まあ激闘ゾーンでできれば出たいですけどね。はい。じゃあコメント見ましょうか。カッペが成長したところは他の店長を乏しめるコメントしかしないところだけどな。そんなことないですけどね。あれ？え？本当ですか？マシマシ、マシマシ店長のことなんか言ってます、ね。え？マシマシ店長のことなんか言ってませんでした。言ってないですよ。あ、言ってない、そんな言ってないですよ。さあ出そう。いやー、全然これか。いやー、ダメだな、難しそう、難しそう。あー、ダメだ。さあどうだ、緑、残念。はい、ということで残念でございました。
あれ結局これ入らずってやつですね。はい、コメント読みましょう。オンリーワンの爆発力体感したいのに初当たり5回引いて全部単発で心が折れました。あ、それは2分の1と4にはね、またより怖い。やっぱ 50% はね結構鬼門ですよね。そうですね、カッペとりあえず延長しよう、そのお金はカッペ出しといて。リュウビーさん700ポイント広告いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。カッペは最終回かもしれない、1ヶ月後戻りますかっこかり。戻ってきたら戻ってきたで、そうだね、これ、はい、ガールフレンドで絡めてるやつでしょうか、はい。中台です、中台覚えとけよ。怖っ、見つかってる、バレてるじゃないですか。当たらない赤保留です。あら、当たらない赤保留、はい。でも発展の時に落ちなかったよ、ガシャン。当たんないやつ。そこからはなかなか当たりづらいんですか。当たんないですね。ワンチャン、いやなんて言いながら、まさか、なんて言いながら、いやないですか。なさそうです。チャンスアッパーは何もなし。一応ならず、なし、ならず赤、ずい。あー、どうでしょうか。さあどうだ。最近の台って裏ボタンとかあるんですかね。あるんでしょうかね。どうですか。あるでしょう。ゲンさんとかはなんかちょこちょこあるみたいな。あるある、ありましたよね、うん、はい。ゲンさんもなんかあれライト出ましたけども結構ハマる時があるっていうお話は聞いたんですけど、どうですか、お店に設置してみて。まあハマることがあるって言ったら、ええ、それこそだってユーパチでもハマることはあるからね。そうですね、30分の1ですね、120何分の1ですね、こじこじで450回とかね。3倍全然許容範囲っていうか、まあ、全然あるじゃないですか、ユーパチで300ハマることもあるんで、そう考えるとね、まあ、ハマるはハマるよね。あ、ちなみに大工のゲンさんのライトは結構定ま出ます、スピードというか定まっていうか。まあでもなんか結局あのミドルの板段って一緒ですよね。あ、連チャンできる実力の腕のある人はいいんだろうけど。なるほど。うん、あの継続率に自信がある人、意外とやっぱ連チャンしないよね。あ、確かにそうですね。コメントを読めます。カッペはいい人でした、泣く、いい人でした。カッペ見せ場ないから来月も来ればお願いします。逆にね、ゲストで、ね、ないからね、ゲストで、カッペオクラホマ店に行ったらクレープ届けてね。クレープですか、わかりました。中が放送店舗になる可能性もなるよね。最近転勤の噂を聞いたのは一門ちゃんとマシマシ店長だから可能性あるか。なるほど、ほうほう、情報通ですね。お、さすがですね、お詳しい。どうでしょうね。まあ、ちゃんとあの向こうの放送もしやることになったとしても、はい、我々のことは忘れないでください、ね、悲しい、なんか大丈夫ですよ。いや本当ですか。あ、いやなんとなくこう他の店舗に行っちゃった人のこととかすっかり忘れてそうな、ね、いやそんなことはないですよ、ね、あ、カッペ最後なのに当たりなしなんてダメダメじゃん。いやすいません、ちょっとそうっすね、うん、返す言葉がない。40分の1なんでね。友達カッペのために茨城の放送を増やして。あもう、いやこれはぜひねやっていただきたいですね、本当に。茨城県に来てもらえればね、はい、ありがたいです。中行きますよ、私が。え、中中って言ってますけど。いやほらコメントで中って書いてある、ね、ああそういうことですね、はい、予想店舗ってことですね。予想店舗、はい、コーナー中線ね、予想店舗にね、アクロス一ゲもありますからね、はい、あそうですね、アクロス線ね、うん、全然行かせていただきますよ。いやぜひぜひ、はい、待ってます。なんかもう気がないよね。
返事に気がないよ。気がない。心がこもってる。そんなことないですよ。うん、待ってますよ。残念だわ本当に。いや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 。まあもう最近ね、やっぱレスポンスがすげえ遅いからね。ああそうですか。もう心ここにあらずだから。そうですね。まあ、いやいやいや、ないね、あそんなことないですよ。まだまだ移動決まったら急にですか。そうそうそう、本当そう。あまあ知らないし。いってやまあまあそういうもんですよね。まあでもあれでしたね、こう移動決まってあと残り全部有給休暇でいいですかみたいな話とか。そんなことでないですよ、ちゃんと。あそういうの言う最後の最後までちゃんと働きますよ。ぜひ。あそうですよね、はい、4月の中旬ぐらいまでありますから。いやだとするならばやっぱりここで当ててほしいですよね。そうですよね、あのちゃんと入れてほしいですよ、カーテン。了解です。最後ね、最後1回もう1回やって終わりますか。そうですね、はい、あもうまあまあ最悪カッペさんがね、あの当たり軽いと思うので、そうそうそう1回分、はい、当ててもらって、はい、その最後のチャンスやって、入らないで終わるっていう、はい、そんな感じで入らないで終わる。ダメダメだ、カッペのチョメザル今どれくらいあんの。え、ゼロです。え、ゼロ。ゼロです。あ、ないの。ないです。あら、いつの間に消費したんですか。おー、溶けました。あーいろんなものに溶けました。いろんなものにね。このカッペのツンデレめーツンデレ。ツンデレ。そんなそんな。カッペは単身赴任、うん、ユミコのことは俺とマッキーに任せろ。巻き込まれてる。いらっしゃるんですね、巻き込まれてるな、これ。いや、頼みますよ、嫁のことは。お、なんかもう無責任発言がいいですね。やっぱ心こもってない感じがやっぱり。そう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 。最終回に機材トラブル起こすような人には、そっけなくなるよ。すいません、本当に。申し訳ございませんでした。いや、しょうがないですね。土下座にて対応させてください。カッペのことは忘れても、ユミコのことは忘れないから。なんでそっちの。いや、みんなユミコは忘れられないでしょ。いや、忘れられない存在になっちゃったんすか。ぜひ、じゃあ、覚えておいてください。私も。お、バック店長の方はまあちょっと難しそうですかね。どうでしょう。ダメか。あ、私当たりましたね。お、あ、お、当たった。これはさあ固まったっぽいですよ。お、え、最後に。え、固まってるっぽい。え、固まってます。はい、最後当たったタイミングで。いや大丈夫ですか。口ははい流れてますね。あ、じゃあ大丈夫です。撃破失敗したし、しかえ、いや、右に行かずです。行かず、行かずですね。チャンスだけゲットしたけど、はい、外れた。40分の1が。あ、しょうがないですね。そもそもで外れた。右のチャンスすらなかった。このまま当たらずにどんどん行くっていう。テレビタックルで住めば都と言ってた余裕ある智則にはカッペは冷たいんだよ。あの先週11日にあの、はあ、ビートたけしのテレビタックルっていう番組に出演させていただいたんですよ。そうなんですか。はい、本当に、リアルすごいじゃないですか。いやいや全然、その時に住めば都ですって言っちゃったんですよ、私は。あ、それをいじられてる。そうそう、すいません。よくご存知。へぇ、すごい。いやいやいや、カッペさんほどすごくはないですよ。いや、いや何にも出ないですよ。何にも出てないですもん、私。あれ、ところで、ラッシュ入ったんですか。いや、もうラッシュどころか右のチャンスすらなかったです。とても残念な結果になりました。じゃあ、そろそろ時間なんで、ラッキョ店長、これ、一応、リーチですか。いや、全然。あ、全然。終わりましょう。じゃあ、終わりますか。そうですね。そうですね。すいません。本当に。今日は、じゃあ、残念ながら、ここで終了したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わっちゃったよ。私は当てたんで。いや、僕も当てたんで。
いや、僕も当てたんだけど。データ表示器は回数ついてますけど。壊ったり。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はすいません。いろいろトラブル続きではございましたけれども、初当たりが結構引けまして。そうですね。はい。ラッキョ店長は何回？何歳？あ、何回？何回？初当たり1回。1回。はい。はい。入らず。はい。マッキーは？でしたね。はい。ヤマトで初当たり2回取れましたが、ラッシュ入らずという結果でした。あー、残念ですね。はい。はい、そして、カペさんは？私は初当たり5回引いてラッシュ入らずです。40分の1なんで、ね、私は。右で。はい。そこだけ聞くと何やってんだって話です。初当たり5回引いてますからね。まあ、これはね、しょうがない。騎士の特性上そういう風になってるのかなということで。いや、ぜひまだ設置ありますからね。はい。はい、ぜひ遊びに来ていただきたいなという風に思います。はい、じゃあちょっと告知の方をお願いしてよろしいでしょうか。はい、それでは次週の告知をさせていただきます。4月19日、はい、はい、月曜日の新大入れ替えで最新大ウルトラマン太郎2、はい、こちら導入いたします。そして、大工の源さん、こちらあのミドルの方ですね、はい、さらに増大というところと新大、バルブレイブ、同時導入となります。まあ、ピーヌマンも入りますが、ぜひね、新大うちに来ていただきたいと思います。ご来店お待ちしております。お願いします。はい、ありがとうございます。ということでね、今日はカッペさん、はい、ラストと、ラストの、新宿三丁目店の配信出演ということで、はい、当たり5回はね、一応引けましたけれども、いや、もうバッチリラッシュ入らなかったということでね、うん、プライベートで当てたいと思います。今後は、いやいや、探して、もうねプライベートでそれ言ったらダメだろ。あ、ごめんなさい。店長の方からですね、ちょっと、はい、最後に何、今までね、頑張ってくれたカップさんに、うん、あーわシュークリーム美味しそう。いや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 、こちらね、え、せっかくですから、今日はトラブル続きの、はい、あまずはまずはね、そうですね、まずはね、ちょっとトラブル続き、お疲れ様でした。お疲れ様でした、本当に今日、はい、いやいや、本当にすいません、はい、本当に申し訳ございません、ね、ありがとうございます。え、これどうします？じゃあみんなで同時に、はい、食べましょう。せっかくですからね、はい、ちょっとわかんないんで、はい、これにしよう。まあ結局みんなラッシュ入らなかったですからね。じゃあ行きましょう、はい、ということで、はい、皆様今日は申し訳ございませんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おお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 はっ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 、シェフ、シェフ、俺も多分シェフです。え、嘘、はい、シェフ、シェフ、やった。ちょっとカッペさんもう一個ぐらい言ってくださいよ。そうっすね、うん、はっはっ、一応4つ作って、もう2個当たってるからあと3分の2。え、いいですか、じゃあ。はい、いただきます。最後にね、カッペさんの笑顔で今日は締めましょうよ。これセーフだったら本当はあと 2分の2なんだけど、セーフだな、この顔。本当配信考えてもらっていいですか。これ食べてくださいって言った人がもう絶対アウトなんだけど、これ、あれセーフ。じゃあ最後に1個ずつ食べて終わろう。じゃあ食べましょう、うん、じゃあまたちょっとそれでね、最後締めたいと思います。最後に、じゃあ皆さん今日はありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来週、来月、どうもありがとうございました。これI'm not afraid to die.